今回は Google AI Studio の動画分析機能を使って YouTube のタイトル説明文、ハッシュタグ、カンマクギニのタグを自動で生成する方法を解説します。もうこの Gemini 2.5 Pro というのがやばすぎて、もう皆さんにいち早くお伝えしたいと思い動画を作成しています。こちらは Google 公式の Gemini モデルの詳細ページ。もうすでに 2.5 Pro も記載されていまして、こちらから詳細を見ることができます。今回注目するのはこの入力の動画というものですね。こちらは Gemini 2.0 でも入力はできましたが、僕はまだ試したことがありませんでした。今回それを試してみたところですね、すごい機能だったんで解説します。ちなみにこの出力トークンの上限というところ64,000とありますが、これもまたすごいんですよ。これは Gemini 2.0 から飛躍的に進化した部分です。以前は8192トークンだったんですね。日本語で一文字1トークンというわけではないんですが、8192だとだいたい1万から1万5000ぐらいかなっていう文字数で言うと。しかし64000、およそ8倍ぐらいになったことで10万文字の出力ができるのではないかと言われています。僕も先日ですね、長文の出力を試したところ3万文字までは確認できました。結構軽く3万文字出してたんで、これはすごいですね。もう人間が文章を考える必要が本当になくなってきてる。さらに検索によるグラウンディングも可能。 Google 検索をソース元として例えば記事を書いてくれたりとか質問に答えてくれたりする機能、これも使える機能なんですよ。これも 2.0 からありましたが、これプラス 64,000 トークンというね、この破壊力が絶大、やばすぎるということでですね、こちらの Google AI Studio さんを使って動画を分析、YouTube のタイトル、説明文等々を出していってもらいます。まず右のモデルで Gemini 2.5 Pro を選択します。こちらは試験運用版となっていまして、いつ変更、削除されるかはわかりません。まずですね、こちらの入力欄に動画をそのままドロップします。僕が以前から作っている動画の中から一つ分析してもらおうと思います。ちょっと長い動画を使うと結構アップロードと分析に時間がかかっちゃうんで、今回はショート動画でやっていきます。ショート動画っていうのはテロップとかもないものが多いので、テロップがないがゆえにどのような動画かっていうのを分析する技術、スキルっていうのが測れるんじゃないかなと思います。今回は分かりやすいもので、この悟空とスーパーマンがフュージョンしたみたいな、ちょっと分かりやすい名前が入ってるものからいきたいと思います。こちらの動画をドラッグ掴んで入力欄にドロップ。最初はですね、分析能力だけを見ていこうかと思います。これはどんな動画と聞いてみましょう。テンパラチャーとかはまあ1で1回やってみます。今ここトークンが5になったと思うんですが、こちらはですね、この日本語の9文字に対しての使用トークンということで、9文字で5なんで、まあ、1文字1トークンではないといった感じですね。 0. 何棒とかだと思います。まあ、これも毎回そうなのかと言われるとちょっとわからないところではあります。で、ここからこの動画のトークンがこちらにプラスされるという形になります。出ました。今動画がですね、アップロードされたということで、こちらのトークンが増えましたね。13,576 になってるので、5を引いて 13,571 トークン。結構使います。動画の場合。で、これで一度実行してみましょう。ポチッと。Gemini 2.5 Pro の特徴として、こちらで最初にシンキングが始まります。シンキングというのはこんな感じで、これはどんな動画なのかっていうのをユーザーが言ってるから考えてみようというような分析の過程ですね。過程をこのように示してくれます。ここはトークンに含まれてないと思うんですけどね。もしかしたら含まれてるのかな。ちょっとその辺はまだ未検証ですが、このように結果が出ました。この動画は AI によって生成された画像をつなぎ合わせた映像作品です。主な内容は以下のようなキャラクター同士が融合、フュージョンする様子を描いていますと。悟空とスーパーマン、スーパーマンとキャプテンアメリカ、バットマンとアイアンマン、スパイダーマンとピーターパンみたいな感じで、ちゃんと分析してくれてますね。悟空、ドラゴンボール、スーパーマン、固有名詞もちゃんと出してくれてる。で、音楽も読み取ってくれてますね。背景には日本語の楽曲が流れていますとあるので、曲名までは言えてないけど、日本語というのはちゃんと読み取っている。まあ、この動画なんですが、こんな感じでフュージョンしていくような動画で、ちゃんとこちら合ってます。正解してます。これはすごいですね。今のは分かりやすい固有名詞でやったバージョン。
では次にちょっと分かりにくいような、例えばこのような AI アートだったらどうだろうということで、こんな感じで、まあ主にウサギとか動物系が多いのかな。これで一旦試してみましょう。こちらをドロップして、もう一回これはどんな動画と詳細に教えてぐらい行きましょうか。これはどんな動画詳細に教えてと聞きました。アップが完了しました。だいたい 14,000 トークンから29,480 なので 15,000 ぐらい使ってますかね、この動画に関しては。こちらを分析してもらいましょう。50秒で 15,000 トークンっていう感じですね。実行。今度はちょっと詳細にって言ってるんで、さっきよりも詳細に分析してくれるはず。いやー、してくれてますね、ちゃんと。すごいなー。こんな感じで、登場してる動物とか人っていうのがどんな感じなのかっていうのをですね、ちゃんと分析しています。全体的に白やピンク、紫の色が多く使われ、動物、ウサギ、狼と人間がモチーフとして繰り返し登場し、可愛らしさと神秘性が混在した幻想的な世界観が表現されています。素晴らしいですね。ここでもまた、切ない雰囲気の日本語の楽曲が流れていますと。確かに切ない雰囲気の歌を使っています、この動画は。スターバックスとかっていうのもね、ちゃんとこのウサギの持ってるスターバックスのコーヒーからですね、読み取っている。まあこれですね、実は単純な機能だと思います。どういうことかというと、動画というのはまあこういう画像の連続でできているんですね。画像をこう、つなぎ合わせたのが動画っていうことになります。なので、まあおそらくですが、このジェミニは動画を画像として細切れにしてみて、その流れも考えてですね、あ、こういう動画なんだなっていうのを見てるんだと思います。実際に AI が動画をこの再生ボタンを押して見てるとかではないっていうわけですね。まあこれは当たり前のことなんですが、そうやって分析をかけている。そしてここからが本題ですね。YouTube のタイトル説明文等々を自動で考えさせる方法ということで、今回はこちらのシステムインストラクションズを使います。新しくプロンプトを作って、こちらにですね、魔法の指示文を入れていきたいと思います。あらかじめ用意しておいた指示文をですね、こちらに入れました。そして入力欄に動画をドロップします。さっきのウサギでいきましょうか。こんな感じでドロップと。で、この指示文を使う場合はですね、テンパラチャーは 0.7 がおすすめになります。アップができまして、50秒でだいたい 15,000 トークンと指示文が500、600ぐらいですかね、トークンとしては。こちらで実行していきます。ポチッと。すると、まずシンキングに入り、動画の何秒から何秒まではこんな感じみたいな形で見ていってくれて、キーワード分析とかしてくれてますね。そして最終的にメタデータ、タイトルとか説明文、巻幕切りのタグというのを出してくれました。これをもうそのままコピーして動画の詳細に使ってしまえば、こういったタイトル、説明文を考えなくて済むというメリットがあります。一応これはですね、AI が考えたドラフト、まあ提案なので、これをそのまま使うのが 100% いいかと言われると、そうではないと思います。ここからまた人の手によって、さらに SEO を考えたり、現在のトレンドを考えたりとかっていうのも必要かと思います。特に AI はトレンドにちょっと弱かったりするというか、最新の情報が遅れている可能性もあるので、本当のトレンドとかはですね、一回ちゃんと見直した方がいいと思います。日付とかもそうですしね。まあこういうトレンドにあまり左右されてない動画に関してはですね、まあこのまま使っても問題ないのかなと思います。ちなみにこの指示文に関してはですね、SEO に強くとちゃんと指示をしてありまして、SEO を考えて分析、メタデータを作成してくれています。ここはね、もうちょっと指示文を揉んだ方がいいかもしれない。この辺でまだキーワードとかもあんまり考えてない可能性がありますが、一応ここにキーワード候補とかね、ターゲット視聴者とかちゃんと考えてはいますね。もっともっと指示文を掘り下げてですね、キーワードを考えてもらうっていうこともできます。こんな感じで、僕はもうほぼほぼこういった形で任せながらやっています。でも今までは動画の分析機能というのは使わずに、こちらは指示文で、別の指示文でテーマを打ち込んで考えてもらってました。例えば、ウサギがたくさん登場する動画とか、幻想的な動画とかっていうのを詳細に入力して、こういったメタデータを作成してもらってました。
それでもまあまあいいものはできてたんですが、もう動画分析機能というのがあるということで、それだったらもう動画の中を見てもらった方がいいと。人間がいちいち考えて、この動画はこんな動画です。だから、それに合ったタイトルを出してくださいというよりは、この動画に合うタイトルとかをもう考えてよ、みたいな感じの方が早いし、迷いがなくなる。僕は AI を使うメリットっていうのは、その迷う時間を減らせるというメリットも大きいと思っていて、もうこういうタイトルとか、これでやっちゃうと5分もかからずできちゃうんですよね。通信環境によってアップロードとかね、時間がちょっと変わってくるとは思うんですが、下手したら1分ぐらいでもタイトルとか説明文、YouTube に入力するものが、メタデータが完成しちゃう。で、ポンってアップロードしちゃえば、本当に時間を短縮できるし、迷いがなくなる。これはね、やっぱ AI のメリットとして大きいと思うんですよ。人間が SEO のキーワード検索でって調べてとか、なんか分析なんだかんだってするよりもですね、もちろんそれも後からアナリティクス分析とかをやっていくんですが、最初の頃に、まあ、SEO 分析とかして、まあ、動画10本ぐらいしかないのにやったところでっていうところもあるし、特に初期の状態の頃はもうこれで一発ポンで出して動画を量産した方がいいとは思います。迷いをなくしてね。ほんと時間が限られてる方とかもいると思うんで、1日に取れる時間が2、3時間しかないっていう場合は、本当に時間を節約するためにも AI をフル活用しなければ、やっぱり今の、まあ、人と並ぶことができないですね。 YouTube とかだともう本当に AI 活用してバンバン動画出してる人が大勢います。もう YouTube 本当レッドオーシャンですね。今この AI の進化もあり、動画が量産できるようになったということで、本当にレッドオーシャンなんで、そこに勝つにはやっぱりこちら側も AI を活用する部分はしていかないといけませんよね。あとはまあデータ分析とかっていうのもやっぱ AI を活用しなければならないし、それを最近ですね、無料で今やらせてくれてるのが、こちらの Google AI Studio とか LLM と呼ばれる大規模言語モデルのチャット。いやー、本当にいい時代というか、もう Google 様々ですよね。こんなのを今無料で使わせてくれてるっていうのが信じられないというか、まあいずれ有料になる可能性はあるんでしょうが、もうこの6万4000トークン出せて、音声、画像、動画、テキストも分析してくれるようなプラットフォームが無料ですよ、今。これはやばいですよね。ちょっと前まではこの記事を書かせるっていうプラットフォームとかあったと思うんですよ。 AI が自動で記事を書いてくれますみたいな。だけど結構文字数制限とか1000文字も出せなかったりとかってあったんですよ。 1、2年前かな、2年前ぐらいはそんな感じでしたね。1000文字も出せなくて料金いくらですって言ってたのが、今無料ですからね。今そこに登録する必要がもうないですもんね。こんだけ出せて、こんだけ高機能な高性能な AI があると、もう記事を AI で書かせるサービスなんかっていうのは淘汰されるんじゃないかなと、このままいくと思います。そんな感じでちょっと熱くなっちゃいましたが、こちらは僕の運営しているホームページです。今回の使用した指示文というのをですね、こちらのチャットマガジンというもので配布しています。まあ、チャットマガジンというのはこんな感じでですね、チャット形式で僕からまあ一方通行にはなるんですが、今日のような Google AI Studio の Gemini 2.5 Pro を使って動画を分析して YouTube のタイトルとかを作成する方法とかをですね、このようにポンと思いついた時に発信するような場所です。ここはもう受信限定でやってます。皆さんは参加していただいて、ただ放置っていう感じにはなります。ここでメッセージを打つことはできません。他の人はですね。で、参加してるのが他の人にもバレません。あと、もし通知が嫌だなって思ったら通知を切っていただいて、後から見ていただくとか、過去ログをですね、見ていただくとかしてもらえれば別にうざくはないかなと思います。まあ、ここでは今回のような情報をいち早くですね、この動画にする前に発信したいなと考えているので、ぜひ概要欄のホームページリンクからこちら、チャットマガジン参加してみてください。完全無料です。他にも AI 返信動画講座とか販売指示書とか販売してますので、こちらも AI クリエイティブに興味のある方はご覧ください。今回は以上となります。それではまた。